この章では論文の内容を大まかに把握していきます。論文を読み解く前に、まず雲の発生メカニズムについて簡単に説明します。まず地面が温められると、空気中の塵と水蒸気が上昇気流で上空に運ばれます。空気が上空に運ばれていくと温度が下がっていきます。で、空気の温度が下がると空気中に存在できる水蒸気の量が少なくなります。すると水蒸気は塵などの凝結核と呼ばれる粒子の周りに集まって、水滴や氷の粒となって現れます。そしてこれらの水滴や氷の粒が集まって雲として見えるようになります。以上が雲の発生メカニズムです。ちなみに今回の実装では凝結核のシミュレーションまでは行いませんのでご承知おきください。雲の発生メカニズムが分かったところで論文を読み解いていきます。まず論文の構成について把握していきます。この論文は1章に序論、2章に積雲と積乱雲について、3章に雲のシミュレーションについて、4章に結果、そして5章に結論と今後の課題について書かれています。で、今回は実装に必要なこの3章の雲のシミュレーションについて詳しく見ていきます。まず3章の頭にこの章全体を通して出てくる変数について書かれていますので把握しておきます。まず nx×ny×nz のボクセルでシミュレーションを行うと書かれています。これはボクセルレゾリューションのことです。続いて V は速度ベクトル。WVAP はベイパーデンシティ、水蒸気密度。WCL はクラウドデンシティ、雲密度、あるいは水滴。そして E はテンパラチャー、温度。そしてこれらの値はタイムステップ T の状態変数であり、タイムステップごとに更新されると書かれています。最後に H はボクセル幅。デルタ T はタイムインターバル。時間間隔であると書かれています。続いて 3.1 章の基礎方程式について見ていきます。この基礎方程式には式1から式4が書かれています。まず式1と式2について見ていきます。式1と式2はナビエ・ストークス方程式です。しかし、これまで解説してきたナビエ・ストークス方程式と形が異なっているように見えます。ですので、まずはこれを紐解いていきます。ここに論文の式1と式2があります。まず、右辺の第1項、こちらは圧力項です。定数部分の老分の1がないものになります。続いて右辺の第2項、こちらは粘性項です。で、今までと形が異なって見えますが、両者は全く同じことが書かれています。で、このナブラの2乗にはラプラシアンという特別な呼び方がついています。で、このラプラシアンには様々な書き方があり、ナブラ同士の内積と書いたり、ナブラの2乗と書いたり、このような三角形の記号で書かれたりします。で、これらはすべて同じ意味となります。これで右辺の第2項が粘性項であることが分かりました。続いて右辺の第3項と第4項は外力項です。で、こちらの B と F には、F は論文に記載されています。で、B は浮力。で、F はそれ以外の外力です。続いて論文の式2は連続の式で、両者は全く同じです。で、ここで論文の式に遺留項がないことに気づきます。で、ここでよくよく左辺を見てみると、形が異なっていることに気づきます。この論文の式の大文字の D で書かれているものは、ラグランジュ微分と呼ばれるものです。で、こちらは前にも説明しましたが、このラウンド D で書かれているものは、オイラー微分と呼ばれるものです。で、このラグランジュ微分とオイラー微分の違いを簡単に説明すると、観測の仕方が違います。こちらのラグランジュ微分は流れに乗って変化を観測します。簡単に言ってしまうと、パーティクルベースのシミュレーションです。で、フーディニではポップフルイドノードなどがこの考え方に該当します。
それに対してオイラー微分、こちらは空間上の固定された点で変化を観測し続けます。簡単に言ってしまうとボクセルベースのシミュレーションです。フーディンではスモークソルバーノードなどがこの考え方に該当します。そしてラグランジュ微分をオイラー微分に変形する過程で微流行が出現します。これで論文の式1と2がナビエ・ストークス方程式であることが分かりました。そして見て分かるようにラグランジュ微分とオイラー微分は変形可能ですので、今回はオイラー微分のボクセルベースのシミュレーションとしてシミュレーションを実装しています。続いて式3について見ていきます。こちらは論文に書かれていて温度の式となります。こちらのガンマ D、 こちらは乾燥断熱原率です。でこちらの Q、 こちらは鮮熱の係数です。そして SE、 こちらはヒートソース光、ユーザーの入力による熱になります。でこちらのガンマ D の乾燥断熱原率は乾いた空気が上昇するときに温度が下がる割合のことです。でこちらの Q の鮮熱の係数は水が相転移、つまり水蒸気から水に変化するときに熱エネルギーが発生します。でそれによって温度が変化する割合のことを言います。でこちらの乾燥断熱原率と鮮熱の係数については後の章で出てきますので、その際に詳しく説明します。でこの式でも左辺がラグランジュ微分として書かれています。そしてこの E である温度が微流することがわかります。続いて式4を見ていきます。この式は水蒸気と水が相転移することを表しています。でこの式も両辺がラグランジュ微分で書かれていることがわかります。そしてこの水蒸気密度と雲密度が移流することがわかります。でこれまでにラグランジュ微分で書かれている変数がこの1つ2つ3つ4つ出てきましたが、これらがフーディンで実装する際に必要なボリュームのフィールドとなります。続いて 3.2 章の数値解放の章を見ていきます。まず括弧1、ここには外力について書かれています。続いて括弧2、こちらには粘性について書かれています。括弧3、こちらは移流に関して書かれています。で括弧4、こちらは圧力について書かれています。でこれらは前の章のフーディンでのナビエ・ストークス方程式の実装のところですでに解説済みとなっています。ですのでこの括弧1から括弧4は飛ばしてしまいます。続いて括弧5、括弧5はボルテキシーコンフェネメントについて書かれています。こちらは新しく出てきた内容ですので解説していきます。ボルテキシーコンファインメントですが、こちらは数値拡散によって失われる細かな渦を回復させます。で、フーディニではこの計算を行うガスボルテックスコンファインメントノードが存在しています。では数値拡散について詳しく説明します。先ほどナビエ・ストークス方程式の移流の工程でセミラグランジュ法でベロシティフィールドをバックトレースして、その周囲の値を補完することで新しい値とすると説明しました。この補完の過程で粘性光でブラーがかかったかのように値がどんどんボケていってしまいます。では実際に値がボケていくのをフーディニで確認してみます。こちらはガスアドベクトフィールドノードでデンシティフィールドの移流を行っています。で、移流の工程しか行っていないのにデンシティフィールドがどんどんとボケていっているのが確認できます。このように値がボケていくことを数値拡散と言います。このボケはベロシティフィールドを移流した時にも起こり、細かい渦がどんどんと消失していきます。で、そこでボルテキシーコンファインメント、ベロシティフィールドから渦を作成して、その渦を追加することで細かい渦を回復させることを試みます。
では、ボルテックスコンファインメントの効果を確認するために、まず、ガスボルテックスコンファインメントノードがバイパスされている状態でシミュレーションを確認してみます。続いて、ガスボルテックスコンファインメントノードを有効にしてシミュレーションを確認してみます。少し大げさな値を言ってますが、明らかに細かい渦が発生しているのが見て取れます。で、このボルテックスコンファインメント以外にも、数値拡散による渦の損失をなくしたり、復元する方法はいくつか考案されています。例えば、スモークソルバーノードのデフォルトのアドビクションスキーム、移流方法であるモディファイドマコーマック、こちらは移流による数値拡散が起きない方法となっています。またこちらは補足となりますが、動画から見て取れるように、煙のディティールが足りていない場合、ベロシティフィールドにこのような細かい渦が足りてない場合が多いです。ですので、そのような場合は、単純にボクセルの解像度を上げるのではなく、ベロシティフィールドの細かい渦に注目してみると、煙のディティールを上げるヒントがあるかもしれません。では続いて論文の括弧6、浮力について見ていきます。でこちらの式12のこちらの E、こちらはすでに冒頭で確認した温度になります。でこちらの E0、こちらは環境温度になります。でこちらの KG、こちらは重力になります。そして Z、こちらは上向きの単位ベクトル、フーディニでいう Y 軸のノルムが1のベクトルになります。で、こちらの KG や Z は今ある知識でわかりますが、この E0 の環境温度は取るべき値がわかりません。ですので、これから解説していきます。では、環境温度について解説します。地球の大気は、標高10キロまでを対流圏、で10キロから50キロの間を成層圏と呼ばれています。で、こちらの対流圏の0キロから10キロまでの間、こちらの間は標高が100メートル上昇するごとに温度が 0.65 度下がることが知られています。で、この環境温度の低下によって空気の温度と環境温度の間に差ができます。で、この温度の差によって浮力を得ることができて、水蒸気はどんどんと上昇していきます。10キロから50キロの間の成層圏では標高20キロまでは温度が一定となります。で、それ以上は逆に温度が上昇していきます。で、雲が発生するのはだいたい標高20キロまでの高さです。ですので、10キロ以上の温度は一定とすることで、雲の存在する範囲の環境温度は計算できます。これで環境温度の取るべき値が分かりました。では、次の論文の式を見ていきます。続いて、括弧7。こちらは断熱冷却。ということで、空気が上昇することによる温度の低下を計算します。で、こちらのガンマ D、こちらは先ほど見た乾燥断熱原理です。で、この VZ、こちらは縦方向の速度です。で、この式は高さ方向、縦方向に進んだ距離と乾燥断熱原理をかけた値が、からかけた値を現在の温度から引いた値が新しい温度であると言っています。で、ここで乾燥断熱原理の取るべき値がわからないので、これから解説していきます。で、乾燥断熱原理は、こちらは乾いた空気が上昇するときに温度が下がる割合のことを言います。で、空気が上昇すると、
上空の方が気圧が低いために、周囲の圧力が低下していきます。で、すると空気が断熱膨張して温度が下がっていきます。で、この100台が100メートル上昇するごとに約1度温度が下がります。で、ここで勘の鋭い方は、環境温度は100メートル上昇するごとに 0.65 度しか下がりません。しかし、乾燥断熱原理で100メートルで1度ずつ下がっていくと、少し上昇しただけで浮力が得られなくなってしまうと疑問に思うかもしれません。ですが、その疑問は次の式で解決します。続いて括弧8、こちらは装填位について書かれています。で、こちらの式14から16、こちらは水蒸気密度と WMAX の差によって、それぞれ雲密度、あと水蒸気密度、あと温度が変化することを表しています。で、ここの α は装填位率で任意の値です。で、 Q が線熱の係数です。で、この値は取るべき値かは分かりませんので、この後解説します。で、この WMAX は飽和水蒸気量、あるいは、飽和水蒸気密度と呼ばれるもので、こちらの式17から導き出される値です。で、この飽和水蒸気量の式については、今回この論文の式ではなく、他の式を採用しました。で、こちらの飽和水蒸気量についても、今から解説します。まず、線熱の係数から解説します。線熱の係数の線熱とは、物体が装填位するときに必要とする熱エネルギーの量です。で、この装填位っていうのは、物質が固体から液体、あるいは、液体から気体に変化することを言います。で、この論文では、水が水蒸気に気化したり、逆に水蒸気から水になることを言います。で、この装填位するときに熱エネルギーを必要とするということは、その必要とする分の熱エネルギーを周りから奪うことになります。例えばよく暑い日などに打ち水をしたりしますが、これは水が気化するときに周りの地面や空気から熱エネルギーを奪うために涼しくなります。逆に水蒸気が凝縮、つまり、水に変化すると熱エネルギーを放出します。で、雲の発生メカニズムのところで、雲は水蒸気が水に凝縮したものと説明しましたが、この凝縮の過程で熱エネルギーを発生します。すると空気が温まります。で、それによって上昇気流が発生します。で、さらに水蒸気が上昇します。で、この過程を繰り返すことで、どんどんと雲が発達していきます。では続いて、水蒸気が水に凝縮すると、どれぐらい温度が上昇するか考えてみます。まず、蒸発熱という液体を気体に変化させるための熱量の値があります。で、これには物質ごとに決められた値があります。例えば、水の場合、1キロ蒸発することに1501キロジュールの熱量を必要とします。続いて、比熱容量という値があります。こちらは物質の温度を1度上げるのに必要な熱量です。これにも物質ごとに決められた値があります。例えば、1キログラムの空気を1度上げる場合、 1.005 キロジュールの熱量を必要とします。で、この蒸発熱と比熱容量の値を合わせて考えると、空気中の水蒸気が1キロ凝縮すると、空気の温度が約 2.5 度上がることがわかります。で、今回、線熱の係数は、このグラムからキログラムに単位を合わせるために、1000倍した値を線熱の係数としました。
シミュレーションで行われる水蒸気から水への変換量はグラム単位で微小な値ですので、ある程度の値は誤差としました。続いて、飽和水蒸気量を見ていきます。飽和水蒸気量を求めるにはこちらの式を使用しました。ここで AT の単位はグラムパー立方メートルであり、先列の計算をする際は、単位を合わせるためにキログラムパー立方メートルに変換する必要があります。またこちらの T はセルシウス温、セルシウス度、つまり、摂氏であり、ケルビンではありませんので注意してください。で、こちらの ET。こちらの ET は、こちらの飽和水蒸気圧であり、こちらもセルシウス度、摂氏を取る関数となります。で、こちらの ET の飽和水蒸気圧ですが、こちらにはいくつか近似式があります。で、こちらに代表的な近似式を3つ記しておきます。で、これらの式を見てわかる通り、飽和水蒸気量は温度に依存しています。ですので、雲の発生メカニズムで話した上空に行くほど飽和水蒸気量が下がって、水蒸気が凝縮するということに納得がいくかと思います。これで論文の参照はすべて把握しました。雲のシミュレーションを封じ人に実装する準備は整いました。